この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんにちは、あかねです。私は今公園にいます。安心してください、誰もいません。私しかいません。なので今マスクを外しています。今日はスターバックスの商品を紹介したいと思います。で、私はこれは2月に買いました。今日は3月の28日です。なのでもしかしたらもう売ってないかもしれないんですけど、紹介したいと思います。そして見てください、桜が咲いています。私は今千葉県の公園にいますが、もうほとんど咲いてますね。満開じゃないんですけど咲いてます。地域によって桜が咲く時期は違います。私がいるところより東京の方がちょっと早いかもしれません。はい、ということで、早速スターバックスの商品を紹介します。はい、まずもうこの袋が可愛いですよね。今の時期だけこの桜の絵が描いてある紙袋をもらうことができます。はい、じゃあまず一つ目はやっぱりコーヒーですね。はい、スターバックススプリングシーズンブレンドです。はい、これはね、6杯飲むことができます。ちょっと開けてみます。ここさ結構車が通るんですよね。ちょっと恥ずかしいね、人はいないんですけど。はい、このようになっています。1杯ずつ入れることができるコーヒーです。はい、まず1つ目がこれ。はい、で次はこれです。桜2022スターバックスキャンパスリングノートブルーです。これもう一つピンクがあったんですけど、ブルー青の方を買いました。中を見てみましょう。あ、今日天気がいいです。最近ね曇ってたんですけど今日は天気がいいですね。はい、ノートがねこんな感じになってますね。はい、で、あ、そうだ、値段は下の方に貼っておきます。次はこれです。アフターコーヒーミントかっこ桜です。ミントですね。タブレットっても言うかな。ちょっと開けてみましょう。あー、こうなってるね、見えますか。はい、小さい粒がたくさん入っています。はい、これがアフターコーヒーミント桜です。で、今日はスターバックスとは別に皆さんに紹介したいものがあります。はい、こちらの桜子です。これすごく可愛いんですよ、見てください。これは桜子という名前で毎月1回届くサブスクリプションサービスです。毎月いろいろな日本の伝統的なお菓子が届きます。桜子にはお菓子の説明が書いてあるパンフレットも入っています。24ページもあるし、写真がとても綺麗です。はい、今月の桜子の内容はこちらです。抹茶のお菓子がたくさんあります。そして見てください、お箸もあります。皆さんもしよかったらこちらのコードを使ってください。少し安く買うことができます。私が桜子や東京トリートを皆さんに紹介したいと思った理由の一つが、いろんなお菓子を少しずつ試すことができるからです。こういうものって大きな袋にたくさん入って売っていますよね。だから自分の口に合わなかったら、もしあまり美味しいと思わなかったら食べるのが大変かもしれません。でも1個や2個食べてみて美味しいと思ったら買うこともできると思うので、すごくいいなと思いました。そしてあとこちらの東京トリートもあります。東京
プリートかな、日本語の発音だと。はい、でこれもすごく面白くて、いろんなお菓子もあるんですけど、見てください、そばが入ってるんですよ。そばとかカップラーメンとかが入っていて、これは毎月、まあ、月によって違うんですけど、いろんなものが入ってます。4月の東京トリートの内容はこちらです。うどんや缶ジュース、パンもあります。こちらもこのコードを使うと安く買うことができます。気になる人は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。いろんなお菓子があるので見るだけでも楽しいと思います。はい、スターバックスの商品に戻ります。次はこれです、スターバックスロゴチョコレート。こういうチョコレートとコーヒーのセットです。これインスタントコーヒーなので、これをコップに入れてお湯を注げばすぐにできます。この組み合わせが私は好きで、よくちょっとしたお礼とかプレゼントをするときにこれをあげることもあります。でこれも桜の絵が描いてありますね。はい、次はこれです。桜2022ミニカップギフトスイートです。はい、これはですね、ドリンクチケットなんですよ。どういうことかというと、これをお店に持っていくと好きなドリンクを1杯もらうことができます。でもね、店内で飲む場合は671円分のドリンクですね。で、このカップはよいしょ、開くらしい。あ、開いた開いた。この中にアクセサリーとかを入れたりすることができるものです。これも、友達にあげようと思って買いました。コーヒーが好きな人だったら嬉しいんじゃないかなって思います。はい、これです。次はこちらのカードです。これ皆さんの国にもありますか？このカードにお金をチャージします、入金します。そしてコーヒーを買うときにこれで払うというものです。これ桜の形なのですごく綺麗だなって思って買いました。こういうスターバックスのカードもプレゼントでもらったりあげたりすることが多いですね。日本で直接友達に誕生日プレゼントでお金をあげるっていうことはあんまりなくて、まあ、国によって違うと思うんですけど、こういうカードをあげる場合もあります。はい、次が最後です。こちらです。桜ホワイトチョコレート with ミルクプディングという飲み物です。これはスターバックスで買ったんじゃなくてコンビニで買いました。はい、飲み物です。飲みます。はい、これは何ですか？これはストローです。ストローです。じゃあこれは何ですか？ストローを、はい、これは刺す。私は今ストローを刺しました。いただきます。美味しい。これはコーヒーではありません。もうデザートみたいな感覚の飲み物ですね。はい、今日はスターバックスの桜の商品を紹介してみました。本当は飲み物も紹介したかったんですけど、売り切れでした。買うことができなかったのですみません、紹介できませんでした。皆さんの国にもスターバックスの限定商品はありますか？もしよかったらコメントで教えてください。そして今日紹介した桜子、あとこの東京トリート、もし興味がある人は概要欄を見てみてください。皆さんいつも本当にありがとうございます。風が強くなってきましたね。はい、今日はここまでです。またね、バイバイ。
皆さん私が一人でどんな風に撮ってたか知りたいですか？見てください、本当に誰もいないですね。はい、でちょっと見せましょう。あそこに、シートを引いて一人で座って撮影してました。でもね、本当に皆さんに桜見せたかったんですよ。でも人がねたくさんいるところだと撮影しにくいので、本当に人がいないところを選んで探してここにしました。桜の木はあんまりないんですけど、少しでも皆さんに桜を見てほしいなと思って撮影してみました。いつも本当にありがとうございます。